杉下太郎エモン、杉下太郎エモンから1918年5月4日は、明治から大正時代の政治家、銀行家、王子主、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、名は豊か、字は、死、公、郷二公運、または、さざなみ園。先代、杉下太郎エモンの長男として、ひだ国よしきぐ村に生まれる。 先祖は現地で渡辺を生徒したが、伝保年間に過ぎしたと改めた。成果は農業を営む、祖宝家で代々太郎衛門を称した。1893年シカゴ番国博覧会を視察し、貴重後は、前田正奈などの実業家と交友を持った。また大日本農会特別会員、地方農業団体委員、日本赤十字社特別社員、 杉下合名会社代表社員を務めた。1895年、吉木軍教育会副党。1897年8月には、岐阜県農工銀行設立委員となり、同年9月、吉木軍大地主五千軍会議員に当選し、1898年1月、農費農工銀行監査役に就任した。同年3月の、第5回衆議院議員総選挙では、 岐阜県第7区から出馬し当選。続く、第6回総選挙でも当選し衆議院議員を2期、務めた。1907年10月4日には、岐阜県多額納税者として、貴族院議員に御選され、1911年9月の人気満了まで務めた。1913年7月、日田産業銀行を創立し、頭取を務めた。母書は国府村を大技。 うつこわざ地元、ありがとうございます。